おはようございます。どうもどうもおはようございます。今日は何釣りましょうか。しようとりあえず釣れるもの、アジゴが釣りたいんですけどですね、餌のものどこないですかね。ああいますね、いますね。あーこういうのが出たらいいんですけど、サビしよう。今日は何釣りですか。あー僕はこれこれでいきますよ。ちょっと餌釣りますね。いますいます餌。これこれ、あーちょうどいいですね。っていうかあのあれがないんですけど、巻きがないんですけど、付けを潰しましょうかね。アジ大きいですか。大きいとまたちょっと餌にならんですもんね。来い来いと言われました。来い来いと。見ます、コッパクロの下。うわこれ長い、コッパクロ。いやコッパクロ下にアジがおるっちゃ。これくらい結構コッパ大きいですね。この前のところちょっと大きいかなと思います。まさやけんね。これがさ、コッパグロですか。メバルもいますか。まあ、とりあえずちょっと負けないんでこのまま投げてみたいと、落としてみたいと。水深どんぐらいかな。ちょっと大きい網しかないんでこれをいつも持っとく。失礼します。こんな感じで手で潰すのをシャーシンで面倒くさくなってきたんで片手で切っております。いい味が釣れましたよ。ほら、ね、かわいい丸飲みサイズ。これ持って帰ってから唐揚げにするとうまいよね。唐揚げしたら美味しいですね。これぐらいがちょうどいいですね。マジですか。当たっただけですか。ちっちゃいね。よし味濃いないか。いやまたボラの子、重たいだけきついなこれ。マジでまあまあそうですね。どんどんボラの子も大きくなってきてますよ。ぽちゃーんとしたすぐ来ますよ。入った入った。面白いボラの子ばっか。なのに釣れるみたいな。あ入った入った入った。面白くね。一応やる気が湧きませんけど、泳がせ仕掛けがボラばっかりですよ。下の 4K 分なんかネガティブやもん。いっぱいあるやんボラ。いやいっぱいいますそりゃ。どう思いますかこれ。これ太かん。太いですけどね。ボラで釣れるんですかねこれ。で俺がどのボラが釣れ魚を釣れてくるかチョイスしたろ。そうですね。結構でかいね。結構でかいですね。あ横でジグ投げようしな。もう知ってきましたよ。師匠泳がせ仕掛けが今日もまた簡単な仕掛けですね。サルカンからハリ、それともう一本がサルカンからサルカン、そしてサルカンの下にこっちですね、おもり、ここにつけます、つけます。よし完了で、このままこっちですね、こっちに投げるだけでございます。釣れるかな。釣れる気はあんまりしないけど頑張りましょう。
やってみるのはわからんからですね。今日は鳩場飯じゃなくてカップラーメンなんですね。最近高尾くんがメインになって俺カメラマン役になってるしさお前飯とカメラだけ回しときゃいきたいって言われるじゃん。独り言が多くなってますね。あの泳がせ釣り釣るのかな。やったことないですもんね。ボラはですね、こんなに釣ったことないからですね、釣ったことないからですね。ボラばっかりなる水中で受けましょうね。火薬死にそうな感じです。よし、これでかかりました。こちらですね。これを投げてみたいと思います。よし、取り出たぞ。これを踏んでおりますよ。それでは大きな魚に変わってきておくれ。うわ、生命反応ありますね。まだポラの子供がついておるということですね。いやいや、一応泳がせなんで何があるかわからないからですね。でもタモを最近用意したら釣れないという説がありますけど、僕の中でジンクスか。高尾ちゃんといつも言いよってですよ、タモないとき釣れますよねとか言って。たまに船が通ると深い、深いですよね。ちょっと場所移動しましょうかね。タコベイトだけ当たったけど、タコベイトだけ引っ張ってと。マジですか。あとちょいですね。こっちに場所移動しよう。怒ってるんです。え、いや、仕方してないですよ。こっちにこう来るつもりだったっけですね。場所変えましたよ。師匠の言う通りすると釣れますからね。釣れますからね。高君と俺の扱いがなんか全然違う。何の焼き餅を焼いてるんですか、大体。じゃあ場所を交代して、とりあえず投げてみましょう。てかこれやっぱボラ釣れるんですかね、師匠。ボラは、正直な話。ボラの泳がせ釣り。そしたら、また行ってらっしゃい。と堤防先端側に来て投げてみたいと思います。それでは闘魂の一投、ドイヤー。潮目ですね。潮目に入った。1回止めてまたさらに。今日はやっぱ泳がせ釣りっていうよりもあれやったじゃないですか、やっぱキス釣りで来なきゃいけなかったんじゃないですか、師匠。あ、師匠自由に変えたんですか。安いでしょったか。結構いいよ。ちょっと尺画像お願いしますよ。みんな釣れよランケン堤防中がキスが上がってましたね、ちっちゃいのも。ボラの泳がせ釣り隊ジギングですか。負けた。やる前から負けた。もう負けてます、やる前から。あー、天気がいいなー。あー、天気がいいなー。あ、来ました来ました来ました。おーおーおー、何ですか何ですか何ですか。インチクですか、インチクですか。インチクじゃないよ。引いてる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 。何ですか何ですか。本当に、あ、うわ、さ、いや、アジやん、でかいやん。それもでかでかでかいよ、でかい横のアジ。それインチクですか。あ、ジグや、ジグ、うん、でかっ。尺いったよね、それ尺いったよね。尺いってないね。尺いってるでしょ。あ、いってないかな。あの、結構いい味ですよね。よく味ですね。これ美味しかろうや。持って帰ります。味や。うん。持って帰りますよ。ちょっと持ってください。ニコって笑ってくれ。ニコって笑ってくれ。ニコって笑ってくれ。ニコ笑ってくださいよ。あ、ちょっとそれイカ、イカしますよ。氷持ってないでしょ。はい、はい、はい、はい。おめでとうございます。来た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 。あ、いいですね、堤防は。師匠、もう火が上がってしまいましたよ。どうしますか、帰りましょうか。超短時間やね、今日も。今日は超短時間、まあ釣りしようっていう、まあジギングになりましたね、釣れたんで。ちょいジギ、超短時間、ちょいジギ、超短時間、ちょい。まあこんな感じ で、うん、お別れなんて。あ、まだ残ってやりますか。僕は次のご予定が、はい、帰る、はい、ですね。まあ実調2時間ぐらい、1時間半時計しなきゃ、1時間半ぐらいだったら1時間半ぐらい で泳がせ釣りにはもちろん全然来ませんね。数は一番釣れますよ、サビキやもんだって。